今年のショートは Please welcome now from the Detroit Skating Club in Bloomfield Hills, Michigan, Jeremy Abbott。だからコーチの方が言うよりコーチの方がうなずいてるっていうこことここだよねっていう話をしたんでしょうね。去年はサスペンダー、そして今年はスパイの、ね、あのダンベルトですよね、FBI の感じですよね。さあ世界に入ります。やっぱりあの自分が持ってた演技ではないということなんですね。すねもっとできたっていうのがあったんですかね。はい、あのやっぱりあのクリーンな感じでですねコントロールできたかというと、最初のジャンプの時でもですね、あの最初のジャンプのランディングでちょっとバランスが崩れかかったのをやっぱりしっかり抑えてカバーしましたけれど、まあ、そこら辺はベテランというか実力者って言っていいと思うんですけれど、やっぱあの去年のですね全米のショートプログラムと比べるとやっぱりあのもう一つ、まあ、プログラム内容が違うから比較は難しいんですけれど、彼の持っている能力は 100% ということではないんですね。それはもう本人が一番よく分かってるわけですよね。でもさすがですよ、スタートでっていう表情がまだちょっと今も出てますね。非常に難しいプログラムですよね。ね、
ート途中に例えばステップをしているシーンで上半身がステップを思わせないような動きをしていたりとか、はい、これは最初ですね、はい、斜めになったところですね。これはフリックから頑張ってましたよね。っていうのはあの回転に入るときにちょっと体が傾斜してたんですよね、でそれでもやっぱりこらえてカバーしてますね。でこういうスピンの時の姿勢とかポジションは綺麗ですよね、はい、やっぱり美しさっていうのも大事ですよね。だから一つ一つの質の良さっていうのは他の人よりも優れてると言っていいと思いますね、このショートフープで、はい、さあ全米4度目の制覇になります。まあ、今のあのフライトのスピンですけど、フライトっていうのは非常に難しいですよね。Hi, hi mom, hi dad, hi fella, hi Gwen, hi Jess, hi. Hi everyone, I love you all. A special hello to Caitlin Weaver and Alyssa Szczesny. I wish you guys could be out here with us. 79.78 となっていますので、まあ、All in due time. Live components っていう面では、Congratulations to Valentina Marque, third after the short program Europeans. 全体の方面とかっていうのは上だと思うんですよね。まあ、まあ、実力的には当たり前の選手ですからね。それだけにプレッシャーも大きいと思います。今シーズンで見るとグランプリシリーズ And now the scores for Jeremy Abbott. フランスでは2位でした。 His score for the short program 84.1 で、やっぱりね、さすがですね。これでトップに立ちました。ただ本人は、納得という表情ではないです。